クリスティアーネ・エーベルハルディネ・フォン、ブランデンブルク・バイロイトは、ポーランドをアウグスト2世の王妃。ポーランド5名、クリスティナ・エベルハルディナ・ホヘンゾレノ・ウナ。ブランデンブルク・バイロイト辺境伯クリスティアン・エルンスト、と、ヒゾフィール・イーゼの第一子として、バイロイトで生まれた。彼女の名前は、父と母方の祖父の名にちなんだものである。1693年1月20日。 当時作戦宣定校の弟だったアウグストと結婚。この結婚は純粋に政略のためであり、結婚生活は非常に不幸であった。ナウテの女たらしであったアウグストは結婚当初から相性がいた。1696年10月17日、クリスティアーネがドレスレンで一人息子、アウグストを出産。そのわずか10日ほど後に、 ゴスラーで愛称マリア・アウローラがアウグストの諸子ヘルマンモーリッツを生んだ。夫アウグスト2世がポーランド王として即位するにあたり、プロテスタントからポーランドの国境カトリックに改修したが、彼女は信仰を変えることを断固拒否したばかりか、夫の戴冠式に出席しなかった。彼女の所領で暮らす農夫たちは、クリスティアーネをザクセン人の柱と呼んだ。クリスティアーネは、 プレッチュに持つ自身の資料か、トルガウのハルテンフェルス城で引きこもるように暮らした。彼女の姿が見られるのはドレスデンの祝祭が行われる時くらいだった。静かな生活の中で彼女は文化と親のない子供たちへの奉仕活動を行った。またクリスティアーネは経済分野にも才能を見せプレッチュにガラス工房を作らせた。1727年。 クリスティアーネは、夫と長男とほぼ没交渉のまま、孤独な生涯を終えた。ポーランド王妃でありながら、彼女は地元プレッチュの教会に埋葬され、夫と長男はどちらも葬儀に出席しなかった。クリスティアーネの死を痛み、ヨハン・ゼバスティアン・バッハは、ヨハン・クリストフ・ゴッドシェートの書いた歌詞に作曲した。これが、コーヒーを、願わくば、なお一条の光を、で、 1727年10月15日、ライプツヒノパウリナー教会で初めて演奏された。ありがとうございます。